新鮮なものを一応応援してるよ。あ、そう、気持ちよくじゃないよ。ちょっとフラフラしてるな、でもな。いや、タイヤなんか最初は思いやすい、うん、めっちゃフラフラして、うん、我らが社長なんで遅れてるの。いや、もうこれ3位争いです。3位ここら辺もいいよ、ここら辺。ほら、ここいいよ、これこれ濃いオレンジ、あれにも多分乗ると思う。ガソリン給油が早かったっつって、他の人が22秒とか21秒とかでも19秒台で終わらせて、すごい、もうそれです。それするだけで3秒ぐらい差つけてるけど、だいぶ差が縮まってるな。やべえな、だいぶ追われてるぞ。そう、まだ13分あるあと13分ある、うん、もういいよ。いや、もうすけどね、なかなか上がらないんですよ、これ。いる側がハラハラ。そうそうそう。ちょっと後ろの松山さんって人が早いっすな。そう、10年ペースが。頑張れ。早いんじゃん。22秒、さっきよりだいぶ早くなった。すぐ後ろやった。これは、日和かもしれないよ、高橋さん。いや、日和だ。日和ってどういうこと。ちょっとビビる。ビビる。ぶっちゃけ抜かしてもいいで、この抜いてもいいっすよ。いや、見せたら終わる。どうだったよ、どうだったよ、どうだったよ。危ねえ、今の危ねえ。だいぶ赤目だいぶイン切り込んだぞ、うん、あ、ちょっと後ろ見えてきたな。前のやつ撮ってきた。私ドキドキして見てるねー。その9分41のナイスナイス。今よかったよ。今いい感じ。何入れてく？ヒヨルなって。こんなに入れたら口切れるやん。ここな、ちょっと曲がるんだよな、ここ。うん、今見せたな。やめろー。後ろの人もこのまま走れば通過するんですよ。あんまりむちゃくちゃ焦ると思う。左にいて転んで、もう必死やろうね。10分間ずっと集中するって大変ですね。大変そう。試合しかあるよね。長い場合に10分。あー、ミスった。完全にミスった。完全にミスったぞ。ミスった。でも抜かれてないやん。抜かれてはないけど、だいぶ今のやばかった。大丈夫や。だいぶやばかった。大丈夫や。死んだかと思った今。いい攻めすぎたな。おお、攻める。今一瞬握ってるわ。やばい気なってる。うん、突っ込みすぎた。これお立ち台で何番前行かせろって言ってるの。あー、ミスった。危ねえ。もう電池やばい、見てもらえ。頼むって。やばい。あー、また膨らんだ。なんとか捉えたの。先入ったよ。先入ったぞ。ゆっくりやれ。来た。今来てるか。早い。いいよ。よっしゃ、前行ってる。
あ、タンパ離した。もう急だし。あとはもう、ひたすら。みんな感染する。あと、3分。もう給油もやけど、向こうの方がペース早いでな。今追いついてくるよ、多分。でも3分だからと、とりあえず、そう、ミスなく終える全然。これはしびれるわ。しびれる。これはしびれるね。この展開とはしびれるじゃないかパスタも。向こうもちょっとピース落ちてきたぞ。高さ逆に後半が強いね。おお、なるほど。割り強い。納豆おじさんやで。納豆おじ東京納豆好きって言ってた。納豆おじさんやで、後半の方がいつもいい話をする。おお、外攻めたな、今。危ない持たんかったな、60周が。やっぱインカラスって抜かれちゃったね。まあでも、すごいやん、3位じゃん。それでファンやっぱってね、すごい、多分チェロの提出をやったら、いけると思う。はい、ありがとうございます。はい、お願いします。 Masaki Taga, Eduardo Espinoza once again.